今日3月27日は桜の日です。大宮公園ではソメイヨシノの基準木に6輪ほどの花が咲き、今日午前10時開花を宣言しました。午後3時の大宮公園です。昨日と違って今日は春の陽気を感じられる暖かさとなっています。そして園内にもたくさんのお客さんがいらっしゃっています。そして今日大宮公園は桜の開花を宣言しました。大宮公園はソメイヨシノをはじめしだれ桜などおよそ1000本の桜が植えられています。日本桜の会が選ぶ名所100選にも入る県内屈指のお花見スポットです。大宮公園によりますと、桜の開花は去年より2週間遅いですが、この時期の宣言は例年通りということです。訪れた人たちは記念に写真を撮ったり、木の下で食事を楽しんだりして春の訪れを感じていました。満開は来月3日ごろと予想されています。また今週土曜日から来月7日までは夜桜のライトアップが行われる予定です。でも今日すごい天気が良くて桜も無事見れたのですごい良かったなって思います。私も今日、昨日まで天気悪かったんで、一応今日晴れて開花宣言というのも今知ったんで、来れてよかったです。生まれて初めて桜を見るので、よかったですね。